回追加中。10回追加中言えてないじゃん。今日オープンの朝霧キャンプベース空色さんに突撃してきます。到着です。うわ、空色ステッカー。ここだ。これがコマンダーだ。平並び。あ、1。あ、違う、8。あ、25になっちゃった。おはようございます。おはようございます。昼です。昼ですね。というか午後です。13時です。11時に着く予定だったんですけどね。ね、なんだかんだで遅くなっちゃった。会社勤めしてた頃からしたら考えられないね、うん、このルーズさ。どんどんマイペースなっていっている気がするよ。確かに。これで人とうまくやっていけるんだろうか。予定は11時だったけど、うん、1時になって、はい、急がなきゃっていうのも疲れるしね、うん、疲れる。でもそれを疲れるな、そういう感じの予定組って思っちゃってるところがもうねダメなんだと思うんですけど。ダメってことはないね、キャンプだから。いや、その人との約束が守れない気がして。人と約束してたらねってなるじゃん。そしたら急がなきゃって2時間遅れはやばいけどでしょ。とかそれが、あ、誰とも約束してなかったからよかったとかって思ってる時点でやばい気がして。2時間遅れてくるのはギャルしかいないからね。今は富士山の方に向かっております。今樹海通過中。10回通過中。言えてないじゃん。樹海通過中。樹海通過中。樹海中。はい、今日はですね、どこに行くんですか、太郎さん。今日はなんと新キャンプ場です。新しいキャンプ場。そうなんです。なんと今日オープンの朝霧キャンプベース空色さんに突撃してきます。あ、そんな正式名称だった、うん、そうなんです。可愛い名前ですよね。空色、空色さんでキャンプをしたいと思います。場所もふもとっぱらのね、真隣なんですよ。ふもとっぱらに入る前に、うん、ふもとっぱらの側道を走るじゃん、最後。はい。あれの右側がふもとっぱらじゃん、うん、その逆、左側が空色ほうほうになるんだけど、まあ、入り口はちょっと違うところから、ファミリーマートのところから入るみたいで。はいはいはい。いや、楽しみです ね。トヨタが手掛けるキャンプ場らしいです。ねえ、どんな感じなのか。ホームページを見る限りはすごい綺麗な芝が貼られていて、うん、インスタグラムの方ではね、キャンプ場が出来上がるまでのね様子とか、あ、そうやってた、書いてありましたが、はい、このキャンプ場の名前が決まったよとか作り上げていく段階から載っていたので、すごいいろいろ見てれ、見て、見て、見れば見るほどすごいいろいろ見てれ行きたくなってワクワクが止まらなくなって今日を迎えたのでございますが、バンちゃんももちろん行けますし、はい、まあ、話題のキャンプ場ってことで、はい、オープン日空いてるじゃんって言って、うん、予約で取っちゃったんだけど、太郎が、うん、いち早く予約してくれました。ありがとうございます。はい。で、今日からね、はい、3連続、うん、はしごキャンプですので。そうなんですよ。明日は長野の方に向かって北上していきます。おお、涼しそうでござる。そう、ちょっと避暑地キャンプしようと思ってますので、うん、いいね。こっからの富士山超でかいよね。超でかい。なんかさ、急に超でかくなったりさ、急に超遠くなったりする。あ、なんか多分手前にあるものとか森の感じとかで、その錯覚。これは錯覚だったのか。そう、月もそうじゃない。低いとでっかく見える。すごい。錯覚ってことは蜃気楼だったのか。いやいや。そういう幻じゃない。幻。似てないか。おー、サイレージがいっぱい。あれ、富士山がいなくなった。すごい霧った雲が増えました。なんか雲低くない？低い。今ね、それでね、心配になってね、雨雲レーダー見たら雲なかったの。あ、え？あ、え？じゃあ雲じゃないんだ、これ。右曲がると、うん、元っ腹なんですけど。そうだよね、ここね、ファミマがあるんで、ここがファミマ、左側、ここどっか右に入れるっていう
あ、これか。左手にファミマがございます。そこですね。これ右に、これを右に、はい、看板とかないの、ね、これスカイ朝霧って書いてあるんだけど、ここを右に入ってくるんだって。どう考えてもこっちだね。細スカイ朝霧、これ目印ですね。じゃあそうですね、ちょっと外れた脇の細い道を行きます。どんぐらい行くんだ。結構細いね。ね、まあ、でもところどころこういうすれ違えますよみたいな場所があったりはする。あ、なんかこれじゃない？お、これ？この柵の中じゃないですか？あ、そこくない？そうこそ。あ、書いてあった。空色だ。書いてあった？ありました。わあ、すごい出てきた。出てきた。朝霧キャンプベース空色到着です。広い。わあ。めちゃくちゃ広い。今ここ管理棟があって、俺どこ予約したんだろう。まったりどっぷりしっぽり。こっちではない。あ、ゆったり。ここかここかな。まったりかどっぷり、うん、まったりかどっぷりかな。こんにちは。受付が終わったのでサイトへ進みます。今日はどっぷりサイトです。どっぷり、あ、ここがゆったり。これゆったり、うん、一番広いところって言ってました。おー、本当にゆったりだ。やばい、めっちゃ綺麗じゃない。しかもすっごカトラリーをもらったらしいです。かわいい。空色ステッカー、かわいい。ここです。おお、しっぽりもあります。お、空いております。よほー。なんかあっちの方が人気じゃん。しっぽり、うん、奥。とりあえず到着。とりあえず到着です。ちょっとあと細かく場所見てみよう。到着だよ、行こう。メリー、到着だよ。着いたよ。富士山どっちアプリ使っていきましょう。ピッ、富士山どっち、デン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 、向こう、あっちだ。ちょうどこの辺や。ここでいいのか。うん、ここぐらいしかないよね。ちょっと向こう見に行ってみる。うん、めっちゃトイレ綺麗。後で見に行こう。この角っこのエリアにすることにします。タロちゃんが今そこにいる。シェビを取りに行ってくれてる。なんかね、こっちの方が若干芝の乾きが良き。あ、ちょっと富士山見えてる。あそこ、あれあれ、ピーってここだけ見えてますね。改めまして、おはようございます。おはようございます。到着しました。はい、本日泊まりますのは今日からオープンの空色キャンプ場さんです。朝霧キャンプベース空色です。違うんだね。そう、はい、めっちゃいいとこじゃない。めっちゃいいとこで、やばい。やばいね。うん、ちょっとまだ全然回れてないからさ、ここしかわかんないんだけど、いろいろ景色映してみたいなと思います。はい、富士山隠れちゃったしね。うん、
あとはね、ちょっと施設の紹介は別の動画で一本撮ろうかなと思ってるので、うん、チャンネル登録の方を押しといていただけたら嬉しいなと思います。よろしくどうぞ。やばいよ、うん、静か。道路の、 その交通の感じとか、ふもとっぱらだとすごく感じるのがないです。あ、そうだね、行動が全くないからさ、車通りがゼロだよね。そう、そういうね、静かさがあります、すごく。裏がもう山なんですよ。そうだね、すごい。富士山出てくんないかな。とりあえずじゃあ設営をしていきましょうか。設営終わったらちょっとね、散歩してみようと思うんで。設営終わったらお腹すいたってなると思う。あ、そうだね。じゃあそうしましょう。ボールが返ってきました。故障で新しくしてもらいました。ありがとうございます。わあ、ちゃんと、あ、全部また縛ってある。おー、本当だ。これが折れたやつって言ってたかな。多分修理なんですよ。あ、そうなんだ、あ、修理っていうか、そのバキってなった一節だけを交換。これを交換したんだと思う。とりあえずポールつなげていきましょう。はい、お願いします。ちょっとやりましょうよ。どうした？雨降るかな。あれ6本。びっくりした。いいよ、じゃあこっちやる。驚いてて。驚くだろ。終わったんだと思ったら。お主も悪いよ。お主だよ。ゴミが早いですね。ハルキンも。ヒカキンみたい。ハルキン。ハルキン。未だにまだ怖いんだけど。なんか、寝かした状態でまず2本刺した方がいいよって書いてあったね。結構いろんな人が書いてた。この寝かした状態で1本、じゃあまず、はい、はい、余裕、こういう感じ、こういうこと、こういうこと、2本入りました、通りました。これで立ち上げで、自立するように開けます。お、簡単。確かに簡単だね。コメントをいただいた皆様ありがとうございます。ありがとうございます。これを先作っちゃえばいいっていうね。なるほどね。こっから通していくんだ、じゃあ。オッケー。うん。内側。はい。オッケーです。おお。で、こうかな。はい、はい、できた？はい、いいよ。終わりました。いやいや、疲れた。フリちゃんめっちゃだってはぁはぁって言ってたから。いや、これ本当なんだよ。今ここからここに来ただけだよ。それで疲れたんだよ。はい、今日の乾杯ビール行きたいと思います。札幌クラシック夏の爽快、すごいね。
お土産いただいてしまいました。はい、夏バージョン。こちらでございます。めっちゃ美味しそう。色もすごい可愛くない？パッケージの。うん。よし。いい音。では、新キャンプ場。乾杯。キャンプ。夏の爽快っていう名前が合う。あ、もうさ、フルーティーじゃない？うん。今私の目の前を北海道の風が通り抜けて馬が走って、うん、でも確かにちょっと清涼感あるのかな、ね、うん、なんかドーンってする苦味と重みじゃなくて爽快って感じ。落ち着く、ここ静かですね。静か。今日40組ぐらい入ってるらしくて、うん、明日は180組やってる。すごくね大混雑じゃん、土日、うん、だもんね。しかも連休だもん ね、うん、さっきスタッフさん言ってましたね、やっぱりあっちのしぼりサイトが一番見えるって。あ、富士山はね、うん、そのマップで見た時に、うん、富士山よりも遠い方が、うん、見やすいって言ってたね。言ってた。近くに森があるんで、うん、見えないとかじゃないけど、うん、隠れちゃう感じなんだよね、多分ね、うん、何の動きそれ。はい、ここがですね、トイレ棟なんですけど、トイレ棟からここここが自分たちのサイトになりました。トイレの隣にこういうちょっとスペースがあって、1組分ぐらいの、2組ぐらいいけるか、グループだったら2人いけるかな、他人だとちょっと近すぎると思うんですけど、スペースがあってすごいいいところです。ここ見つけました。ここのスペース人気になりそうじゃない？トイレ近いしね。トイレの横かといって別に臭いわけじゃないしさ。この坂の上、ここにね、しっぽりって書いてあるんですけど、このしっぽりサイトが上になります。富士山はこの反対側、あの辺なんですけど、今は見えないです。来るときは見えてたんですけどね。で、あっちの奥が入場してきた方、何でしたっけ、ゆったりサイトでしたっけ、になります。で、あそこにね、空色の看板あってっていう感じです。なんか雨降ったみたいで、今日の朝かな、昨日かな、ここすごい水たまりになってるけど、芝生は乾いてますね。トイレもさ、今日オープンなんでめちゃめちゃ綺麗ですよ。はい、マジでトイレすごい、めっちゃ綺麗。はい、こっちがシャワー室。シャワー室は無料らしいです。宿泊費に含まれる。めちゃくちゃ綺麗。はい、24時間入れます。あ、これは自分でやると。なんか食べてる。何それ、カレー？え、ちょっとちょうだい。うん、おいしい。カレー食べた気持ちになる。うん、あ、2本目。パッケージが、え、なんか濃くて苦いって書いてある。ね、濃くて苦い富岳、はい、富岳爆酒。富士山の、でも製造元も富士市の会社の、富士かぐや蒸留所。富岳百景ってなんかあるよね。濃くて苦いが気になるよね。
いただきます。はい。いや。え？うーんってなるかと思ったけど。IPA ほどならない。いや。あ、てか IPA がもう苦めなのか。いつもさ、ドーンってくるじゃん。うまい。うまい。うまいっす。あ、うまいけど。苦い？うん。苦くないよね、うん、そんな濃さもそんなに、うん、ちょっとじゃあテント紹介えすごい。でもなんか入れ物は可愛かったよね。うん、なんか渋かったんで。渋かった。もうちょっと苦いんかと思ったんですけど。絵巻物みたいな。あ、そんなことなかった。うまかったそっか。私は2本目は夜な夜な、ヨナヨナはね、何回も飲んでるんで割愛させていただきます本日のテント内なんですけど、こんな感じ。はい、いいよ。こんな感じにしました、うん、今日は平並びで。平並びまあでもこの間とまあほぼ一緒かな。そうなんですよね、うん、向き合いにしてただけで、うん、この辺のテーブルとかサイドテーブルとか全部一緒で、うん、増えたのはあの LED につけるアンバー色のカバーがあと2つ追加されたので。あ、これねこれ2つもう2つ買いましたよ。本当に良かった。うん、雰囲気がね。そう、うん、なんかそのタロちゃんが Amazon で見つけてくれて、お値段もそんなしないのに結構高いの出てるじゃないですか、うん、でも全然これで十分でした。そうだね、うん、なんかあまり使ってるものに変化はございません。うん、最近はお買い物を控えているのでギアがあまり変化ありませんけど、ね、あと椅子はですね CCC ファクトリーさんの椅子なんですけど、うん、実は CCC ファクトリーさんなくなってしまいまして、悲しいことに。悲しいよ。そうなんだよ。なんかお仕事をやらせてもらったりしてたんだけど、うん、会社がねなくなっちゃうっていうのを聞いたんで。だってキャラクター描いてもらった椅子とかもあったから。そうそうそう、だから今後の注文できないみたいでさうちのオリジナルもちょっと作ってもらおうと思ったんだけど、そうちょっとストップしちゃいまして、すいません。すいません。あとなんか炊飯器ありますね今日バレたか。今日はね、うん、めっちゃくちゃ久しぶりに、うん、普通に焼肉。あ、夜ね焼肉とちょっとご飯と、うん、朝用じゃなくてね。あ、朝も。朝もね。何のひねりも知恵もない焼肉をやりたいと思います。そうだね。今日はただの焼肉。そう。はい。ちょっとじゃあ、ニコメリの散歩行きますか。そうですね。うん。もうだいぶ落ち着いたし。降ってないうちに。うん。雨も降ってないから。うん。行ってみよう。こっち行ってみよう。しっぽりサイト。しっぽりサイト、うん、しっぽりサイト行ってみようよ。あ、ジグザグだね今日すごいジグザグじゃん。全然なんか高さが上がると違うね。あ、見栄えが、うん、確かに。ここにもトイレあるっていうことは、うん、そのエリア、そのエリアにあるから、こっちのしっぽりにいるからって別の場所まで行って、ね、トイレとかトイレとか行かなくても、うん、もうそのしっぽりサイトはしっぽりサイトで1個超えて、ね、そうだね、あるんだね、うん、全部のだからサイトにトイレ等があるんじゃない。シャワーと、シャワーとね、炊事場と、こうめっちゃ便利じゃん。しかもさ、あの外の外はさ、うん、あのちゃんと柵が全部囲ってあってさ、うん、動物入ってこないようになってんのよ。ね、そこがすごいさ、うん、やっぱり初めてとかの方だったらさ、安心じゃない？ね。これ何ですか？これ？うん。これモミック。モミック？うん。モルックではなく。そう、モミック。立つ位置は？巻きの位置。じゃあそこにさ、はい。うん、太郎ちゃんがね、ズルしないようにね。ああ、俺はしないけど。レッツ。
モミ。はい。ゼロ。これ一生終わんない気がする。私が終わらせてあげるから大丈夫。あ、1。あ、違う、8。あ、25になっちゃった。